ネタ、ネタやっていこうじゃねえよ、おめえめでてえやつだな、お前。お前、毎日赤飯炊け、お前。めでたすぎるわ、お前、本当に。頑張りましょうしか言ってない。白なまりこみたいな顔しやがって、お前。1、2回しか言われたのね。俺太郎かって。なんで1、2回言われたの。俺太郎かって言ってた。俺太郎かって言ってた。俺太郎かって、俺太郎かって白なまりこみたいな顔しやがって、お前。ネタ、なんかネタやるとか言ってもね、ネタやっても無力なんだよ、お前。そんなことなんかできねえんだよ、お前。ネタやるために来たの。いつ震災が起こるか分かんねえじゃねえかよ、お前。いつね、北からさ、テポドン飛んでくるか分かんねえじゃん。考えすぎだろ。あの、パックスリー買っとけよ、パックスリーよ。パックスリーって何に変えないの。いつね、小林幸子みたいになるか分かんねえじゃねえかよ。受けろよ、お前。受けろよ、お前。味方だろ、お前。受けろよ。三段落ちで受けろよ、お前。そこは受けろよ、お前。俺がいいとこなんだよ、デカッパな、この野郎。どんだけ言われるの。そこはデカッパの受けろって言ってんだよ、お前。ネタやりましょうって言ったって 無力だっつってんだよ、お前。でやるとしても、じゃあ題材で考えてやるよ、お前。じゃあ扇風譲って題材がよかったらやってやるよ、お前。おい、題材なんだよ、題材。題材コンビニで。コンビニってお前イニシエじゃねえかよ、お前。あのそんなことない。お前、中田大丸ラケット師匠じゃねえかよ。大丸ラケット師匠、イニシエだぞ。イニシエの設定やってやるよ、お前。懐かしいわ、岸田健作ぐらい懐かしいわ、お前。君島ファミリーぐらい懐かしいわ、ドルルマ騒動ぐらい懐かしい、ケンちゃんラーメンぐらい懐かしいわ。いろいろ出てくる。受けろよ、お前。そこ受けろよ、お前。怖いって言ってる。怖いじゃねえよ、お前。目が猟奇的なんだよ。いいんだよ、それ先天性のもんだよ、しょうがないよ。あ、いろいろ、そんないろいろやるから。怖いってよ、お前。声ちっちゃえよ、お前。お前漫才師の声量じゃねえじゃねえか、お前。囚人の方がもっと大きな声出るわ。囚人と比べよ。そうだろ、囚人と比べよ。もっと声大きな声出るわ。てかお前に言われたくねえわ。なんだよ、お前。漫才中お前何食ってんだよ。食べてねえよ、お前。俺食べてねえんだよ、お前。食べてねえのか。これ滑舌悪いだけだよ、お前。まあこの間の焼肉やってライス頼んだアイス来たわ、お前。チャンディーガフ頼んだ鍛錬ラボ来たわ、お前。なんでよ、これ食べたいもの食べれねえよ、お前。なんでもう声出なくなってんだよ、お前。声届けよ、お前。お前ギリギリガールズぐらい届けよ、お前。ギリギリガールズ家族賞なんだよ。それでぐらい届けよ、すぐそこのな、そうなんだよ。すぐそこのガールズバーの、お前何がわかんだよ。ちょっと、ってか俺はゆくゆくはな、お前。お前いじってんじゃねえよ、お前。いや、いじっていいだろ、相方なんだから。お前いじってんじゃねえよ、お前。お笑い偏差値的な俺の方が上なんだから。お笑い偏差値的。お前、あの、川崎が一郎いじってるようなもんだよ。いいように言うなよ。え、いいように言うな。お前、俺がお笑い偏差値ね、100だとしてお前が200なんだよ、お前。いや、100ね。え、あの、俺のが100になっちゃってる。あ、お前の方が100ね。お前が200ね。わかりました、了解しました。了解したって何。了解しました。了解したって何。了解したんじゃねえよ、分かりない。いや、ゆくゆくは俺狂ってるとかじゃなくて、狂ってるとかじゃなくて、あのね、狂ってるのは認める。笑っていいと思うとか、あの、司会やるんだから。当たり前だろうが、笑っていいと思うの、司会。当たり前だろうが、できるよ。今夜、広の場は。おお、できるよ。誰が言ってんだよ。できるよ、トーク回せんだから、まあ、トーク回せねえだろ。あ、回せるよ、トークも女も回したのかわよ。やめろ。舞台上でやめろよ。舞台上だといいんだよ。舞台上でもやめろよ。マジだと思う人なんていねえんだよ、まあ、そのくらいないから。タモさんだから、そんな女回すべきだ。いや、大丈夫だよ、ちゃんと歌えるんだから。歌えるの。オープニングはい、歌えるよ。めぐり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 ちゃってくだらな。クソ、受けろよ、受けろよ。いや、それは受けねえよ。すごい一緒だから、あの、相方にしたんだぞ、お前。お昼休みウキウキウォッチングでしょ。あ、まあ、そうだよ。あちこちこちいいと思うんで、それ歌えるのかよ。いや、歌える、歌える。でってやつだよ。あ、そうだよ。で、ご機嫌いかがだよ。はいはい、歌えよ、お前。ご機嫌がな、雨はまっすぐに、はいはい、あ、歌えの、はい、あるるる、頭に詰まった木のおまでのガラクタを処分処分。あ、歌えよ。立ち伏せすぎたらごめんなさい。時間通りに神様に笑っていく気持ち、今日がダメでもいい。お前、お前、いきなり、お前、唐突にボケんな、お前。しづらいだろ、お前。あいつがボケだと思ったらこっち突っ込むんだ。おい、唐突にボケになってんだ、おい。おい、食べた。ロだけ置きに行った。演歌みたいに謝った。ちょっと待ってよ、お前。お前、最近お前ニッチェとばっか飲んでるから面白くなってんだ。